ニュースをお伝えします。偉大なキム・イルソン主席の逝去27周年に際して各国の人たちが不正室の偉人の不滅の業績を熱烈に称えました。モルドバ地政思想研究三軍青年同盟委員長は、キム・イルソン主席は人民大衆のために奉仕する党と国家を創建し、社会主義建設を力強く進めた傑出した指導者であり、世界人民に自由と独立の道を示した不正室の政治家だと述べました。デンマーク朝鮮民主主義人民共和国友好協会会長は、キム・イルソン主席は卓越した政治活動家であり、朝鮮人民の永遠の指導者だと述べました。スウェーデン朝鮮友好協会会長は、キム・イルソン主席は朝鮮革命のために生涯を尽くした真の愛国者であり、偉大な国際主義者だと述べました。ネパールマルクス・レーニン主義共産党中央委員会書記長、ロシアキム・イルソン・キム・ジョン主義研究所所長は、社会主義運用を力強く進められる強固な土台をもたらしたキム・イルソン主席の思想と業績は、帝国主義に反対して戦う人民に大きな自信を持たせ励ましたと述べました。ギニア・キム・イルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会委員長、ギニア地政文学思想研究会会長は、国と人民のために、世界人民の解放運動のために生涯を尽くしたキム・イルソン主席の功績は不滅であろうと述べました。金属化学工業部門の労働者が、国産化実現のために奮闘しています。金属工業部門では、国内の原料と燃料による製鉄システムを技術的に完成し、能力を拡張し、鉄鋼材の生産を増やすために張り詰めて働いています。キムチョク製鉄連合企業所では、酸素生産の能力アップなど、物質的技術的土台の強化に力を入れています。ハンヘ製鉄連合企業所でも、省エネ型の酸素熱放光炉の建設をはじめ、生産の土台固めに本腰を入れています。チョンリマ製鋼連合企業所では、連続増加器と鍋製連炉を揃えるなど、国産化の実現を引き続き進めています。無産鉱山連合企業所とチャリョン鉱山などでは、将来を見通して生産土台を固める一方、現行生産を増やすため励んでいます。化学工業部門でも、実際の変化、発展志向的な結果をもたらす一年で献身しています。粉末肥料連合企業所で、能力拡張工事の早期完成のために努めており、ナムフン青年化学連合企業所では、生産能力拡張のための内部配管工事を進める一方、触媒の国産化と技術力強化に力を入れています。2月8日、ビナロン連合企業所では、塩溶解場の改築工事を早めるなど、生産の土台固めに拍車をかけています。製菓工業部門で、履き心地の良い靴を生産するため努めています。平壌製菓工場では、生産正常化の技術発展計画を高く立て、その実行に拍車をかけています。製菓工業管理局履物研究所でも、生産正常化における科学技術上の懸案を解決するための技術革新運動を力強く行っています。平壌南道で、数実行のモデル学校の新築及び改築工事に力を入れています。道では、各市郡で具体的な建設計画を立て、建設チームを組んで、工事を質的に早めるための対策を立てています。ピュンソン市をはじめ、各市郡の関係者は学校に出向いて、輸送機材と建設資材の保障を優先させ、教務・工具の確保など、懸案解決の措置を講じています。これとともに、後援団体の教育部門への支援ムードも盛り上げています。各部門と地域の勤労者が、酷暑と日照りの被害を防ぐために努めています。教育部門と保育機関では、教員と教養員保育士が、生徒と子どもたちの生活と健康に深い関心を向けるようにしています。農業部門では、農作物の生育に必要な水を十分保障し、各種の灌水及び灌漑施設と機材を総動員するための対策を講じています。電力工業部門では、送変電設備が加熱による被害を受けないよう、電線の点検と設備の管理をきちんと行っています。
都市経営国土環境保護部門では、住民家屋に飲料水を十分保障し、並木と芝、花の木、疫病場の苗木が高温や日照りの被害を受けないよう適切な対策をとっています。人民経済のすべての部門でも、機械設備と電気設備の管理運営と列車運行での不備箇所を見つけて適時の予防策を立てています。各同市郡では、酷暑と日照りの被害防止のための整然たる掌握式システムを立て、地域の特性に合わせて具体的で現実的な措置を取っています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大井つくでした。こちらは諸村の声放送です。万年のトン、諸村の歴史で1939年1950年6月から1942年1953年7月までは、帝国主義連合勢力の武力侵攻を退ける祖国解放戦争の時期です。偉大なキム・イルソン主席の導きのもと、3年間の戦争は朝鮮人民の勝利に終わりました。1940年代に抗日大戦を勝利へと導き、1950年代に祖国解放戦争の勝利をもたらした主席の名は、一世代に両帝国主義を打ち倒した鋼鉄の総帥として全世界に知られました。主席の不滅の戦勝の業績と偉大な戦勝の歴史を伝える石地と記念館が朝鮮の至るところにあります。平壌近郊の祖国解放戦争史跡地は、1940年1951年1月から戦争が終わるまで最高司令部があったところです。史跡地には革命史跡館が建てられ、最高司令部の指揮所をはじめ、当時の建物や物件資料が在りし日の姿そのままに保存されています。戦時の時、史跡は帝国主義連合勢力の侵略を退ける一方、内部に潜んだスパイと半島分派分子の陰謀を粉砕する秘密なき戦争をしなければなりませんでした。主席の執務室の壁にある機銃弾の跡、最高司令部指揮所近くの丘にある不発弾からも当時の厳しさがよくわかります。1904年2015年6月8日、祖国解放戦争史跡地を訪れた敬愛する金正恩総書記は、長時間にわたって史跡地を見ました。総書記は史跡の偉大さをよく知ってこそ、革命偉業の正しさと勝利の信念を持って戦うことができる、偉大な指導者に導かれる軍隊と人民は必ず勝つ、祖国解放戦争史跡地にあるゆかりのものと資料は消すこともできず、絶対に忘れてはならない諸村革命の万年の富だと言いました。祖国解放戦争史跡地は、キム・イルソン主席の不滅の戦勝の功績を末永く伝える意義深い教育の場となっています。万年の富、高台市とお話ししました。今日は国家負担による住宅建設というテーマでお話を交わしたいと思いますが、つまり住宅の建設をある個人ではなく、はい、国が負担するということでしょうね。そういうことです。所詮では人民的な施策が多く実施されていますが、この住宅建設もそのうちの一つということです。はい、言い換えまして、労働者事務員はもちろん、共同農民の住宅も国持ちで建てていますね。国持ちということですね。はい、朝鮮労働党と共和国政府はですね、はい、この住宅問題を解決するため、住宅建設部門への投資を系統的に増やし、また住宅建設を先を見通して行っています。あ、その昨年だけを見ましてもそれはわかると思います。はい、昨年国の至るところに2万世帯以上の住宅が建てられましたからね。はい、昨年共和国はとてもひどい最悪の状況に置かれていました。かつてない自然災害で多大な被害を被りました。中でも多くの家屋が倒壊しましたね。そうです。この被災地の住民のために
国中が総出で短期間に住宅を建て、被災民の生活を安定させましたね。そうです。今年は、今年初めの朝鮮労働党第8回大会と、党中央委員会第8期第2回総会は、2021年から2025年まで、そうですね、2021年から2025年までの5カ年計画期間に、全国規模で住宅建設に力を入れる一方、平壌だけでも5万世帯の住宅を建てること。5万世帯ですよ。はい。そのために毎年1万世帯ずつ建設することを決めました。今、平壌ではですね、はい、1万世帯の住宅建設とともに、800世帯のポトン川沿いの、見ましたか、はい、この段々式住宅建設。そうです、段々式です。素晴らしいですよ。そうです。その段々式住宅建設が行われています。そしてです、北部のハムギョン南道のコムドク地区でも、山岳峡谷都市、これまた素晴らしい都市です。はい、この山岳峡谷都市の建設が進められています。はい。ですから、これから5年間に平壌には、すでに手をつけている1万6千世帯の住宅まで含め、はい、大方7万世帯の住宅が、コムドク地区には2万5千世帯の住宅が計画される予定ですね。7万世帯、そして2万5千世帯、すごいですね。はい。これらすべての建設が、国家の負担によるということでしょうね。そういうことです。